せっけん級長野めいそして発見級佐藤健そして Happy Halloween!改めてご紹介します。映画働く細胞を主演されてます赤血球役長野芽衣さん白血球役佐藤健さんさらには神経細胞役 DJ コーいやあ マイクあいや踊ってますなるほど踊ってます、ね、あ決勝番長ありがとう。マイク持ってきてくれた。ありがとう。ありがとう。決勝番長ですね。ありがとう。また後でもね、あ、カゴもらいましょうかね。はい。あまりの可愛さに立ち上がれなくなってるって。はい、お立ちいただいて。決勝番長可愛いですね。可愛い。ねえ。そしてのけからめちゃくちゃ盛り上がってくれました。改めて一言ずつご挨拶いただこうと思います。まずは積極契約の長野芽衣さんお願いします。はい、皆さんこんばんは、長野芽衣です。ハッピーハロウィーンもうすっごい楽しくって優しいコウさんがポポポポーンってもう最後牛裏でずっと二人でね踊り狂って踊ってました。はい、今日はこんな汗かいちゃってあ、ねえ、はい、皆さん寒くないですか。いやもう逆にもう汗かいてるぐらい。温まりました。少し盛り上がった。よかったです。よかったです。どうぞお続きを。もう大丈夫です。どうぞ。終わりました、はい、よろしくお願いしま す。長野芽衣さんです、はい、続いて発揮球役佐藤健さん。佐藤です。よろしくお願いします。ありがとうございます。おすごい照明がすごくてあれですけど、本当にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーハロウィーン。ありがとうございます。これ何を言ってもめちゃくちゃ盛り上げてくれるからいいですね。このシステムいいです。いいです。このシステム上がります。はい、ありがとうございます。本当に今日は皆さんとなかなかできないお祭りということで、思い出作れたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。そして神経細胞役 DJ コー。はい、どうも皆さん、ハッピーハロウィーン。今日は皆さんの神経細胞バリバリ、もうドーパミンもうはっちゃけて盛り上げたいと思いますんでよろしくお願いします。お願いします。イエーイ。ありがとうございます。ではお話伺っていきましょう。一旦ここからフラッシュの方をお控えください。よろしくお願いいたします。お二人とも今日はハッピーハロウィン、ハロウィンコーデということで、長野さんちょっと今日のポイントを教えてくださいね。オレンジ色可愛らしい。今日は、オレンジ色のかぼちゃと、うん、秋、はい、茶色魔女紫。あ、靴は本当だ、可愛らしい靴紫。大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか。はい、はい、そんなコーディネートにしてみました。可愛らしい。ありがとうございます。ハロウィンです。タケルさんもハロウィン仕様ということで、ね、そうですね。なんかこうなんていうんですか、かぼちゃの色、かぼちゃの色を取り入れたっていう。なるほど、なるほど。はい、はい。はい。一個明かしていいですか？いいですよ。たけるさんが、一緒にオレンジ着たいって言ったんです。え？ちょっと。いや、まあ、いろいろこう、ここに来るまでたどったんですよ。アイディアがあった。まあ、やっぱりその、仮装するのはどうかとかいろいろあったんですけど、なんか、いろんなこう、大人の事情で、何ですか、許可がいるんですよ。皆さんが普段 やられてる仮装をね、こう公の場でやると、はい、そういう仮装だよ、うん、そういう、ね、とてもすごい似合ってらっしゃる、はい、似合ってらっしゃる、ね、今日化粧番ちゃんとかたくさんいるんですよ、はい、ね、ほらね、発見なんかちょっといろんなキャラクターやりたかったんですけど、はい、ちょっと許可が取れなくて、はい、結果こういう可愛らしい、ね、お揃いコーデ、ね、お揃いコーデしました ねなりました。はい、いいですね、いいですね、ブなりました。いや、今日なんかいつもよりなんか違う感じがする。なんかタケルさん今日テンション高いです。ハロウィン仕様になってる。なんかなりましたって普段言わないもん、絶対お祭りなんで、ね、ハロウィンタケルですね。え、ハロウィンタケル、いや嫌だな、ね、
ちょっと待ってください。一番ハロウィン衣装後ろにいました、なんか。DJ KOOさん。すごいですよね。華やかです。はい、いや、今日もちょうど控え室から出てくるときに、はいはい、やっぱり、お二人があんまり人目についちゃいけないっていうんで、はい、僕が先導してきました。はい、今日のファッションポイントは、ポイントはですね、あ、これそのまま、劇中の映画の中で着ている衣装をそのまま着てきました。ああ、はい、だから心臓がついてるんですね。そうなんですよ、そういうことなんです。まんま着てきました。だから皆さんの体内にもコウさんがいるってこと、はい、コウさんもいて、今日は皆さんの体内に DJ コウを宿してください。お願いします。なんかですよね、ぶち上がることがあったら DJ コウさんがパーティーを始めるっていうの。そうですね、ドーパミンが上昇したらコウさんがやってくれる、やってくれるというね。はい、え、でものっけからの盛り上がりハロウィンパーティー、長野さんいかがでした？もう最高でした。久々にハロウィンを当日に満喫した気がして、まあ、今もですけど、すっごい楽しいですね、ハロウィンって。ねえ、はい、あとお客様もほら自主的にいろいろコスプレとかしてる方とかいたりして。ねえ、本当に赤血球を久しぶりに見たよ。かわいい。しかもなんか後ろに白血球さんたちが一列に並んでるの、ちょっと面白くないですか？中に。それでもどうやって用意したんですか、衣装、皆さん。確かに。ちょっと聞こえますから、ちょっと肉声。衣装というか。どうやってこう。アマゾンに売ってるの？そうなの？決勝版ちゃん？アマゾンに？決勝版ちゃんなんかもう結構そのまんまじゃないですか。ねえ。すごい。決勝版ちゃんセットが売ってるんですか、アマゾン。ありがとうございます。そうなんだ。それ、知らなかった。公式？そのお金ってちゃんと入る？いや、それをここで急に聞かれても多分なんか何とも答えようがない部分があるかもしれない。やめてよ、そういうこと言うの、急に。冷める今、ハロウィンパーティー。ちょっとやめてよ、パーティー中なんだから。そう。大志、オフィシャルのグッズ買おうね。DJ KOOさんを絶対出したいっていう。っていうことからなんかあ、だったら神経細胞だってことになったって話だったけど。素晴らしい。ねえ。そうなんですが、ありがとうございます。はい、でもほら、はい、長野芽郁さんはじゃあ、タケルトゥダンスだった長野芽郁さんはじゃあ何とお呼びすればいいんですか、これは。いや、実はうちの、はい、私事なんですけど、はい、娘が同じ年で、もう今日この会えるってなった時に、はい、いや、自分の人生の憧れは長野芽郁さんなんで、絶対よろしく言ってくださいみたいに言って、その人を前にですよ、メイちゃんトゥデンスなんか言えないっすよ。はい、娘さんが長野芽郁さん大好きだ、人生のなんか憧れっていうふうに。そうですか、はい、でもそういうね、タケルさんだったり芽郁さんとかと一緒にね、その、はい、働く細胞という映画に出られるんです、出てくださいよって、はい、オファーがあった時、コウさんどうだったんですか？また娘の話ですけど、そうです、ちょうど医療系の学校に行っていて、はい、その働く細胞の本を一緒に買いに行ったりしたんで、お話いただいた時はもうプチョヘンザーでしたね、その時は。はい、でまた撮影現場も相当になんか面白い、なんかたくさんの人がいたりとかして、はい、賑やかだったって聞いてますけど、ちょうどその日最後の撮影だったんで、皆さんいや、ここにで、最後の撮影で、エネルギーぶちまけようっていうんで、最後水かぶるシーンがあるんですけど、20人ぐらい、そんなにいるかなと思うぐらいだったんですけども、全員最後にバケツかぶるの水をかぶるというのが、一応メインのピークになってますんで、はい、どんな感じか見ていただければと思います。ぜひ映画で見ていただきたいというふうに思います。で、改めて今日はハロウィンですけれども、長野さん、佐藤さん、ね、コウさんはいつもハロウィンはどういうふうなことして過ごしてるんですか？メイさん、はい、ハロウィン、はい、私行事が大好きなんです、はい、なんでハロウィンも大好きで、はい、ちゃんとこうお仕事の日でも、はい、一応何かしらするんです。そうですか。なんで今日も朝から、はい、タケルさんと一緒に取材をいろいろ受けさせていただいてたんですけど、タケルさんの楽屋にトントン行って、はい、マントかぶってかぼちゃのハッピーハロウィーンって言ったら、うんって言われました。なんで乗ってくんないんですか。朝一、朝一。いや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 、ついに10分ぐらいで、はいはいはい、来るからお化けが。もう完全に顔隠した感じで。完全に。もう、目だけがちょっと見えるぐらいのやつで、ハッピーハロウィーンってやったら、うん。あれ、家から持ってきたんですか。そうですよ。どうやって買うの？アマゾン？アマゾンではないけど、買いに行きました、お店に。え？お店にいろいろ買いに行って、これが一番面白いかもって思って、うん、それでもう
こっちは朝から、うん、どうやってたけるさんのことを驚かすよ、ね、ワクワクして、ワクワクして、でもあんまり入ってすぐに行くとちょっとこういろいろ支度もされてるだろうから、うん、15分後ぐらいがちょうどいいかな待った一旦待った待ったんですよ15分待ったら一旦なんかこう朝ごはんとかも食べて、はい、席座ってちょっとじゃあそろそろ始めるなんてやる時かなと思ってコンコンって言ったのにうんですよちょっと嫌だった。いやいやいやいいね君は人生を謳歌してる素晴らしい。もうちょっと反応してよって言ったのに、わーとかね、何が正解だったんだろう。ハッピーハロウィーン、何が正解だったんだ。ハッピーハロウィーンって言ったら、うわーかぼちゃだむずじゃあ次以降頑張りますわ。来年もそうしますね。うわーということは、たけるさんはハロウィーンは、まあ、仕事なんでしょうね、毎年ね、お仕事だったりとか、ね、そうっすね、だから携帯のネットニュースで渋谷の状況見てますいつも毎日今年は大丈夫かな、ね、渋谷あの暴れたりしてないかなみたいな、ね、どのくらいかなって言って、それをいつも見て終わります。まあコウさん毎日ハロウィンですからね、これね僕クラブで DJ やってるんで、毎年ハロウィンの時は、まあ、私服でもこんな感じなんで行くと逆に気が疲れないんですよ。ああ街がみんな仮装してるから、で、あれ DJ 校のコスじゃねみたいな、DJ 校コスプレだと思われるってんですよ。ああなるほど、なるほど、一年中ハロウィンだと気づかれずに街歩ける、歩けるっていうね。ありました。じゃあ長野さんと武尊さんお伺いしますけども、今までの人生で思い出に残ったハロウィン、どんなものがありますか。思い出に残ったハロウィンは、はい、数年前に友人とみんなでボーリングに行って、はい、で当日になんかこうコスプレ、はい、ハロウィングッズ買おうとするとなかなか売ってなくって、なんでなんか本当にこのぐらいちっちゃいかぼちゃがついたカチューシャを買ってボーリングした思い出があります。はい、あ、違った、変なこと言った違った、ずれてた。いやいや、その仮装とかじゃあしようとしてたってことですよね。しようとしてたの。毎年何かしら仮装じゃするんですか。したいんです、願望はすごくある。したことはある。ない。ある。ある。何の仮装したんですか。ゾンビ。おお。友人にメイクが上手な子がいて、傷メイクとかしてもらって、服、ボロボロの服、服っていうか包帯みたいな、はい、包帯っていうかガーゼみたいな、え、来て、はい、うえーってやりました。おーいい、ね、おーいい、本当に思ってる？はいはいはい。はい。いや、じゃあタケルさんもハロウィンの思い出一応聞きますけども、何かあるんですか今までに。これちょっとマジで考えさせてもらって。あー、いいか、ダメだ。あ、しゃがみ込んだ。あれ？なんか掘りを起こすと何かあるんじゃないですか、何か。いやだからこういう時に、うん、なんかもう適当に嘘でもいいから、はい、なんかエピソード作って。はい、話せるような人間になりたかったじゃあ分かった、いい、もうこれまでの思い出じゃなくていいから、願望、願望。あ、いいです、ね、聞きたい聞きたい。どんなハロウィン過ごしたいですか。ああ、そうだな、そうだな。いやでも長野さんの仮装見てみたいです。あ、あ、そうです、今日見せたじゃん。そうですよね、見たばっかりなの。え、塩対応。今日見てるし。今日の朝一に見てたんだけど。ありがとうございます。もう最高のハロウィンになりました。ありがとうございます。まあいつの日かね、たけるさんもハロウィン楽しむ機会来るかもしれませんね、はい、ぜひ楽しんでいただき、はい、ごめんなさい、もうねまだまだお話伺いたいんですが、一旦ここでお時間も近づいてまいりました。この映画楽しみにしている皆様に向けて一言ずつメッセージをいただければと思います。まずは長野さんからお願いします。はい、そうですね、さっきも言いましたけど、本当に面白い映画ができたと思います。私自身もすごくこの映画が好きだな、面白いな、なんかもう一回見たいなって思うような作品になりました。皆さんが大切な人と一緒に自分の体のことをもう一度考え直そうかなって思ってもらえたらすごく嬉しいです。ぜひ劇場でお待ちしておりますので見に行ってください。よろしくお願いします。ありがとうございますでは佐藤健さんお願いします。本当に本日ありがとうございました。もう笑って泣ける、もう誰にもこう自信を持って進められる、
王道のエンターテインメント作品になりました。それでもって最後見終わった後に、あ、こういう働く細胞たちが僕たちの私たちの体の中にもいるんだなって思うと、なんか自分のことを少し、好きになれるというか、大事に思える、自分の大切な人のこともより愛おしく思えるような見終わり感だなと思って、ぜひ劇場で、感じていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。